皆さんこんにちは明治大学 FMS アハラです今日はめっちゃ晴れです微積分講義第11回を始めます積んだもんはお送りいたしますはい、第11回は曲線の媒介変数表示という内容です最初にですね、小文字の T を変数としてその T を変数とする2つの関数を考えます名前は G カ括弧 T というのと H カ括弧 T です GT t, ここ t,、ね、t の範囲は特に書いてないんだけれどまあ普通は t の範囲は何かしら考えるものとしてます。でこの時 gt を x 座標とし ht を y 座標とするような平面上の点を考えましょうそうすると t を変えるとこの点の位置も変わります。 それ全体を見ると、こういう感じで何かしら平面上の曲線を表すと、こういうような状況を考えましょう。こういうのを曲線の倍回変数表示と言います。ここで t が倍回変数で、パラメーターとも言いますね。パラメータ表示と言ってもいいです。次のシートへ行きます。はい、簡単な例なんですけれど、c カッコ t と h カッコ t が一次式の場合を考えてみましょう。x が t のこの式。 Y が T のこの式でかけていると、そのようにしましょう。で、このまずこっちの方の式ですね。X イコール G カッコ T の式の方なんですけど、これを T について解きましょう。これは1を移行して、両辺2倍してみたいな感じですね。こういう形に変形することが可能です。で、これ T イコールの式にできましたんで、Y の式のですね、この Y の式の T に代入します。で。 そうすると y に直接入れるとこういう感じなんですが、これを計算すると 6x た8ということなんで、これは直線を表していますね。実はこういう風うに t の式で x と y が書かれているんだけれど、t を動かしてみると、y イコール 6x プ8という直線の上に乗ってる、というようなことで先ほどは曲線になるって言いましたけど、この場合は特別な場合で直線になります。これはとても簡単な例ですね。 はい、2つ目の例はこれはプロググラミンでで応用がよく聞く話です。なので覚えておいてほしいんですけどなんか平面上の2点空間上の2点でもいいんですけれどまあ平面上の2点があるとしましょうで座標が X0Y0 と X1Y1 であるとしましょうとこういうような2点があるとしてこれを結ぶ線分をパラメーター表示したいものとします。でこの時は内分点の考えを用います。 高校で習うときは M 対 N とかやると思うんですけどここはちょっと格好つけてですね E 対 1-T とこういう形にしたいと思いますなんでこっちを 1-T にするかっていうと2つを足して1になるようにしたいんですねだから0点もと0点もとか0点3と0点7とか足して1になるようにするためにこっちが T だったらこっちは 1-T とこうしておきますで、内分の公式というのに当てはめると ここに書いてるようなこの式ですね。これが線分上の点になります。で、キーの範囲は0以上1以下です。キーが0に等しいときはここの項が消えますから x0 だけ残ります。こっちも y0 だけ残るんで t ーが0のときは x0y0 になる。キーが1のときは計算しますと x1y1 になります。t ーが0と1の間にあるときはこの2点を結ぶ線分上にあるということになります。それが内分の性質なんです。 ですので、2点の間を行き来するアニメーションを作りたいときは、それぞれ時刻時刻に関する点の場所ですね。点の座標っていうのはこういう式で表されると、こういうことを覚えておきましょう。次のシートへ行きます。次の例は直線ではなくて、円とか楕円がどのようにパラメーター表示されるか、そういう話です。円に関しては例だけ早速行きますが。 中心が例え半径が辺で,で円の方程式で書こうとするとこことここが中心の座標ここが半径というような式でこういう形で表されるんですけれどこれを t を使って表そうとすると中心を表すベクトル 1, というのがあってそれから3倍の costsint という半径ベクトルを足せばいいわけです。こういう風に分解すると話が分かりやすいと思います。 コサイン T サイインン T T っていうのは単位円に関する同型ですね。T の範囲は0から 2π で考えて。T がちょうど変角,に相当します、ね、変角というのは X 軸性の方向から見た角度です。こういう時は半時計回りが正の回転方向とみます。ということでここにある式で中心12で半径が3であるような円を1周ぐるりと回るようなパラメータ表示になっています。 今これ X 軸方向も Y 軸方向も半径が3だという例なんですけど楕円を考えるときにはこの2つの3の値が変わってもよい次のシートいきましょう楕円の式はこういうい式ですね。この時 A と B の大きさによって小径とか単径とか言ったりしますけどともかく原点を中心とした楕円で X 軸方向の半径が A で Y 軸方向の半径が B だとしますと楕円の式はこの式で表されて。 それをパラメータ表示すると右側のこの表示になります。本当にこの右側のパラメータ表示で楕円が表されるのかという確認ですけれど、X イコールの式の両辺を A で割るとコサイン T が出ます。Y イコールの式の両辺を B で割るとサイン T が出ます。コサイン2乗とサイン2乗を足せば1になりますから、楕円の式が OK というわけですね。もう一個の曲線の例ですけど、サイクロイドというのを紹介しておきましょう。 円の周の上に1箇所のマークをつけておいてそのまま円を転がすことを考えるんですがそのマークが通る軌跡を表すというものです式はもうこれこれなんですけど xy はこういうい式で表されます円を右方向に転がすわけなので中心は t 間毎日の場所にあるとして x がス s i n y がナ c o s インになっていますけどこれは円の下のところから時計回りに回そうとするとこういう式になりますね。 キーを0から2パイまで動かした時の曲線の外形も載せておきます。手書きですみません。サイクロイドという曲線の例でした。それでは第一部はここまでとしましょう。復習です。曲線のパラメータ表示の方法について説明しました。一次式は直線になります。2点を結ぶ線分の表し方を学びました。円の例です。楕円の例と サイクロイドの例です。引き続き第2部をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。